ゲオシフォンとは、細胞内共生藻類を持つ、唯一の菌類である。土壌の表面に袋状の細胞が並んだ姿を、している。ゲオシフォンは一見袋状の藻類のような陸性の菌類である。その名は、ジオ、血の、細胞、細胞、水管を意味する。本菌は、世界中で唯一ドイツビュルツブルグ近郊の出サルと、三近辺の工作地からのみ知られている。 稀な生物であり、育成は非常に難しい。湿った地表に小さな風船のような丸い透明感のある農場部が並んだような外見で、この農場部は下に伸びている。農場部は側面から見ると円筒型で、先端が丸くなった農場部が互いに寄り合い、先端の光合成部だけが上から見えるものである。農場部の大きさは長さにして2ミリメートル程度。 下の方は細くなって貯蔵部となり菌脂体に連なっていてこれが個々の農場部の間を連絡している農場部や菌脂には核壁がなく多角であるまたこの菌はグロムス属のものによく似た多層で厚い壁を持つ胞子を形成する農場部の上部にはシアノバクテリアである粘樹モの一種が共生している粘樹藻は膜に包まれておりこの構造は シンビオソウムと名付けられている。シンビオソウムは農場部の上部の表面に沿いカップ状になって入っている。共生状態の藻類は自由生活のそれより数倍大きな細胞となっているが内部構造に変化はない。個々の農場部は半年以上生存する。内部構造の模式図この生物は発見以来長らく正体不明であったが現在では アーバスキュラー菌根菌と同じくグロムスモンに属する菌類であることが分かっている。新種祭載は1915年にフリードリヒ・ベットシュタインによって行われ、従属栄養性の緑藻と年樹元の共生体であるとされた。その後、1933年にナップはこれを模菌類であるとしたが、1992年にディーター・モーレンハウエルはこれが クロムス族に所属するかもしれないとした。1996年のゲイリーグラによるシュールナーを用いた解析の結果、これがクロムス類に含まれることが明らかになった。当時、クロムス類は接合金鉱クロムスメとされており、接合金鉱にゲオシフォン目を置く説も検討された。しかし、現在では、 グロムス類は単独でグロムスモンを形成することが明らかになり、ゲオシフォンはその中に位置づけられている。非光合成生物が細胞内に光り、り合成生物を共生させて、全体として光合成生物になる例は数多く、そもそも葉緑体自体がそのような細胞内共生の産物であると考えられている。また、菌類と藻類との共生は、 地位類ではごく一般的である。しかし地位類は細胞内共生ではなく、藻類を菌糸が包む構造を取り、両者は別個の細胞同士として接触を持つに過ぎない。ゲオシホンのように細胞内共生を行う例は、菌類においては他にはない。ゲオシホンは真核生物であり、念珠もは原核生物であるため、メッセンジャー RNA の構造が異なっており、 ゲオシフォンのメッセンジャー RNA だけを管理できる。このことを利用し、ゲオシフォンが持つ単糖類輸送体分子が管理された。このように、ゲオシフォンは、グロムスモンで唯一幻覚生物と共生するため、アーバスキュラー菌根の整理の研究に手がかりを与えるものとして利用できるかもしれないと期待されている。ありがとうございます。